ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。YouTube で再生数を稼ぐ手っ取り早い方法ってないものかしら。地道なリサーチから始めないとな。視聴者は何を求めているのか、自分には何ができるのか。いろいろ調べていかないといけないぜ。楽な方法はないものね。まあ、偶然映った怖い映像みたいに、意図せず撮れてめっちゃ再生されるものもあるけどな。怖い映像か。怖いもの見たさ、っていうし、興味本位で再生する人もいるでしょうね。みんな非日常が見たいだろうし、人気はあると思うぞ。それじゃあ今回は YouTuber が遭遇した恐怖体験6選について解説していくぜ。最初に紹介するのは、雪崩の恐怖。これは、雪の降り積もった山で撮影された動画なんだ。雪と山。なんか、嫌な予感がするわね。まあ、恐怖映像の時点でいいもんじゃないだろ。映像の舞台はブリティッシュマウンテン。撮影者のクリスさんはビデオカメラを胸につけて、山を下ろうとするんだ。けどそこで雪崩が起きて、クリスさんは生き埋めになってしまうぞ。ほらやっぱり、定番よね。実際に遭遇すると、生きた心地がしないだろうな。いくら小規模な雪崩でも、命が深刻な危険にさらされるから要注意だぜ。屋外で埋まった被災者の 55-65% は死亡してて、雪に埋まらなかった被災者でもその生存率は 80% だからな。そうなの？こっぱ。さらに言うと、窒息の場合の生存率は埋まってから15分以内で 92% まで低下して、埋まってから35分後には 30% にまで低下するそうだ。死因が外傷か低体温症の場合、2時間後には生存率はほぼ 0% になるぞ。ひえぇ。雪崩ってそんなに危険なんだ。クリスさんは大丈夫だったの？ああ。幸いにも雪の量が少なくて雪崩の規模が小さかったから、最悪の結果にはならなかったぜ。クリスさん曰く、雪に埋まってる間は海中にいるようだった、とのことだ。雪で呼吸もできないでしょうし、水中と大差ないのかもね。次に紹介するのは、サラウナミ。海はいつだって危険だけど、特に悪天候の時は普段の何倍も危険だ。台風の日とか、波がすごいわ。ちょっと近づきがたいよな。この動画の舞台はフランス。撮影日の天候は最悪で、海も荒れ狂っていたんだ。そんな日に、よりにもよって老夫婦が海の様子を間近で見ていたぜ。だけど、自然はそんな二人に牙を剥くんだ。波ってことは、まさか、波に飲まれちゃったとか。まあな。なんと、男性の方が波によって海へと引きずられていったんだ。こういう時、波に飲まれた時って立ち上がろうとするんだけど、思いのほかうまく立ち上がれず、そのまま回転しながら流されていくことが多いぞ。波にさらわれてゴロゴロ転がるように海まで運ばれるわけね。そういうことだな。波が穏やかだと安全な海岸に見えて、そういう時に海で遊んでも全く危険性を感じないけど、沖合からうねりが入ってきた瞬間に海は豹変するんだ。っていうのも、砂が流れやすくて、しかも砂浜の傾斜があるっていうのが危険なんだぜ。そうなの、波だけが危険だと思ってたわ。波も危険っちゃ危険なんだけどな。砂浜に波が上がってくれば、必ず沖に向かって引くだろ。その時、砂が流れやすいと人は砂と一緒に流されて、海に引きずり込まれてしまうんだ。あと、流されやすさは砂浜の傾斜がきつければきついほど高くなるぞ。一度飲み込まれたら、這い上がるのは難しそうね。で、この男の人は大丈夫だったのかしら？ああ、なんとかな。ただ、今回は運が良かったって考えるべきだぜ。次も無事とは限らないからな。うわわわわ。海に行くときは気をつけましょ。次に紹介するのは、誰も気づかない。動画の舞台は、フィンランドのヘルシンキ、市内の公共プールにある監視カメラの映像なんだけど、注目してほしいのは画面右下にいる赤い丸の少年だ。へえ、どれどれ。ちょっと様子がおかしくない。お、よく気づいたな。それもそのはず、この少年は溺れてしまったんだ。この子はまだ5歳で、このプールは深すぎたみたいだな。途中でプールから上がろうとするけど、それも叶わず溺れていくぞ。うわ、急いで助けなきゃ。まあ、あまりのんびりしてられないけど、まずは落ち着かないとな。体力低下やパニック状態に陥ったことで水中から顔を上げることができずに、窒息しちゃうぞ。血中の酸素濃度が低下すると無意識に息を吸おうとしてパニックを招くぜ。なんとか空気を吸おうと必死にもがき動くから血中の酸素が消費されて、脳が酸素不足に陥って、正常な判断ができなくなるからな。なるほど。まずは冷静にならなきゃね。そうそう、まずは頭を冷やすんだ。もし水が喉の中の喉頭か声帯に入れば、気管が凝縮して侵入を拒むようになってるわけだけど、一度水が肺の中に入ってしまえば、この機能は途端に無意味になるぜ。こうして水が入りまくって酸素欠乏になった後、徐々に無意識の状態に陥って、心停止に至るんだ。まあ、この状態になっても助かる可能性はあるけど、酸素が一時的に供給されなかった脳に障害が残る場合があって、重度の場合は脳死や遷延性意識障害になる可能性があるぞ。つまり、後遺症が残るかもってことか。
この子はまだ幼いし、後遺症は出ないでほしいわね。無事に助かってほしいよな。けどこの時、少年のお母さんは友人とサウナに行っていて、プール付近にいなかったんだ。プールで遊んでいる人も、まさか少年が溺れているなんて思っておらず、特に反応を示すこともなかったぜ。やばいやばい、誰かが動かなきゃ。こうして溺れてから4分後、近くにいた女性が少年の異変に気づいたぞ。少年はこの後近くの病院に搬送されて、翌日には退院できたぜ。後遺症もなかったようだな。そうなんだ、よかったわねー。子供を連れてる時は、なるべく目を離さないようにしないと。次に紹介するのは、お猿さん。旅行するにあたって注意しなくちゃいけないことっていくつかあるけど、野生動物にも気をつけないとな。噛まれたりするとひとたまりもないわよね。ライオンとか、トラとか特に、そういうのももちろん危ないけど、病気にも注意だぞ。動物由来の感染症が比較的少ない日本ですら、狂犬病とかエキノコックスみたいに、怖い病気が存在してるからな。どれも危ない病気よね。ああ。狂犬病は最も致死率が高い病気、として、後天性免疫不全症候群エイズ、と共にギネス世界記録に記録されてるほど危険だな。ワクチン接種を受けずに発病した場合は、ほぼ確実に死に至るぜ。ギネス認定までされてたんだ。いつか医療が発達して、治せる病気になるといいな。で、エキノコックスは脳胞性エキノコックス症と多胞性エキノコックス症の2種類があるんだけど、特に脳胞性エキノコックス症だと、手術後でさえも死亡率が平均 2.2% で、治療後も約 6.5% の患者が再発するほど厄介なんだ。手術後でも 2% が死ぬの？油断できないわね。とまあ、こんな風に動物を通して感染する病気があるんだ。で、この動画の投稿者ラクランさんは家族で旅行に来ていたんだけど、ホテルの部屋の窓を開けてると、一匹の猿がやってきて、ベッドとか衣類を触りまくったぜ。ちょっと、お猿さん大胆すぎでしょ。幸いなことに、噛まれたり引っかかれたりっていうのはなかったみたいだな。動物から受けた傷は、病原菌とかウイルス、寄生虫がいる可能性があるから、すぐお医者さんに見てもらうんだぜ。狂犬病になんてなったら、シャレにならないもんね。すぐ病院に行きましょ。次に紹介するのは、香港と俺、YouTuber のクレイジーさんは高層ビルの先頭で写真を撮る、そんな動画を投稿していたんだ。そんな動画撮ってるの？コッパ、高所恐怖症の人には要注意だな。クレイジーさんは香港で5番目に高いビルに行ってたんだけど、高さはなんと346メートル。ちょっとでもバランスを崩したら命はないぜ。まあ、そんな状況でもクレイジーさんは自撮りをしてたけどな。すごい度胸ね。こういう動画って、事故とかないの？あるぞ。2021年7月19日に中国の人気動画配信者の女性がクレーンから転落して死亡する事故が発生してるぜ。浙江省鉱山市にある作業場のタワークレーンから足を踏み外して落下して、即死だったそうだな。ひぃ、まだあるぞ。2017年11月8日、屋上でパフォーマンスをする様子を動画中継しようとしていたボンイオンニンさんは、高さ約260メートルの高層ビル、火炎国際中心の屋上から、命綱をつけずにビルの縁にぶら下がろうとして転落して死亡してるんだ。うわぁ、結構いるのね。で、クレイジーさんは、無事だったぞ。けど、4年前から動画投稿が途切れてるから、そこからはわからないな。まさかとは思うけど、落っこちたりとか。最後に紹介するのは、お気に入りの絵？これは珍しい特性を持ったメジロダコの動画なんだ。珍しい特性？ああ。なんでも、メジロダコは貝殻で身を守っているんだ。場合によってはココナッツの殻なんかも使うことから、ココナッツタコとも呼ばれてるな。へえ、かわいいわね。そんな風にも呼ばれてるけど、この動画に登場するメジロダコはプラスチック容器を使っていたんだ。海の生物にとって、プラスチックは毒にしかならない。だから、YouTuber のポールさんはプラスチック容器を回収しようと交渉することにしたんだ。交渉、どうやるの？いくつかの貝殻をタコに見せたんだ。けど、タコはそう簡単に納得せず、なかなか貝殻を受け取ろうとしなかった。そろそろ酸素もやばいっていう状況になって、最後の貝殻を提案したんだけど、幸いにもこれは気に入ってもらえたぜ。新しいお家が見つかってよかったわね。それにしても、タコって頭がいいイメージがあったけど、ここまでとは、驚きだわ。それじゃあ、今回はこの辺で終わるぜ。ということでご視聴ありがとうございました。